Thank you for choosing fun with Japanese. Let's start. Unagi no nazo de Tsukamoto Katsumi. This is a story about eels and where to find them. Please listen carefully. Kotoshi mo Mariana no umi ni yatte kimashita. Nihon kara maminami ni 2000 kilometer mawari ni shima hitotsu mienai umi no mannaka desu. Maitoshi no youni koko ni yatte kuru no wa Unagi ga donna issshou o okuru ikimono nano ka o chousa suru tame desu. Azayaka na gunjou iro no umi wa shiroi sentai o aoku somete shimai sou desu. Unagi wa Nihon kakuchi no kawa ya ike ni sunde imasu. Sore nano ni naze haruka minami no umi made chousa ni kuru no ka fushigi ni omou hito mo iru deshou. 実はここが日本中のうなぎが集まってきて一斉に卵を産む場所なのです。ここで生まれたうなぎの赤ちゃんは海流に流され次第に成長しながらはるばる日本にやってきます。ここがその場所だとわかったのはつい最近のことです。 それまでうなぎの生態は深い謎に包まれていたのです。その研究の第一歩として卵を産む場所を見つける調査が始まったのは1930年頃のことでした。それからこの場所が突き止められるまでに実に80年近くの年月がかかったのです。 卵を産む場所を探す調査は、より小さいうなぎを追い求めることから始まりました。調査では、目の細かい大きな網を使って、海の生き物を集める作業を繰り返します。網の中には、様々な色や形の小さな生き物が入ります。この中から、 レプトセファルスと呼ばれるうなぎの赤ちゃんを探すのです。レプトセファルスは透明で柳の葉のような形をしています。海の中で沈みにくく、海流に乗って運ばれやすくなっているのです。うなぎのレプトセファルスが最初に採れたのは 1967年。 場所は台湾の近くの海でした。体長は54mm。この大きさだと生まれてからだいぶ時間が経っているため、かなりの距離を海流で流されてきたものと思われました。このレプトセファルスが生まれた場所は海流を もっと遡った先にあると考えられました。私がこの調査に加わるようになったのは1973年のことです。調査グループはさらに小さなレプトセファルスを求めて調査範囲を南へそして 東へと広げていきました。レプトセファルスは海流に乗って運ばれます。海流の上流に行くほど小さいものがいるはずです。予想通り取れるレプトセファルスの体長は40、30、20mmと次第に小さくなっていきました。 そして1991年にはマリアナ諸島の西北赤道海流の中で10mm前後のレプトセファルスを約1000匹取ることができたのです。レプトセファルスの体の中には木の粘輪に似た 1日に1本ずつ増える輪のできる部分があります。
その輪を数えれば、生まれてから何日経っているかを知ることができます。調べてみると、これらは生後20日ほどのものだと分かりました。取れた場所から20日分の距離を計算して、海流を遡れば、親ウナギが卵を産んだ場所にたどり着けるはずです。1994年ごろ、調査グループでは、これまでの調査に分かったことをもう一度整理しました。レプトセファルスが取れた場所を地図上に記し、取れた時の体調と合わせて考えていくと、あることに気がつきました。西向きに流れる北赤道海流を遡って東へ行くほど、取れるレプトセファルスは小さくなっていきます。しかし、ある地点を越えるとぱったりと取れなくなっているのです。海流の地形図で確かめると、そこには大きな3つの海山が南北に連なっていました。親ウナギが卵を産む場所を決めるときに、これらの海流が何かの役に立っているのかもしれない。私たちはそう考えました。それから取れたレプトセファルスの誕生日を先ほどの輪の数から計算し、暦と照らし合わせました。すると多くの誕生日が新月の日前後に集まっていることが分かりました。ウナギは新月の頃に合わせて一斉に卵を産んでいるようなのです。海山の近く、新月の頃という2つの予想に基づいて、私たちは調査を続けました。どういうわけか、卵も生まれてすぐのレプトセファルスも取れないことが何年も続きました。しかし、2005年6月7日、新月の日、マリアナ諸島の西にある海山付近で体長5ミリメートル、生後わずか2日のウナギのレプトセファルスを見つけることができました。確実に卵に近づいていると、私たちの期待は高まりました。けれども、卵はレプトセファルスよりずっと狭い範囲に固まっているので、取るためにはさらに場所を絞り込まなければなりません。そこで、私たちはフロントと呼ばれる塩分の濃さが異なる海水の境目に着目しました。生まれて間もないレプトセファルスは、これまでフロントのすぐ南側で取れていたからです。もしかしたら、親ウナギたちは新月の頃に、フロントと海山の連なりが交わる地点で卵を産むのかもしれない。そう考えて、私たちはさらに調査を続けました。2009年5月22日、新月の2日前の明け方、ついにその瞬間はやってきました。ウナギの卵らしいものが2つ取れたのです。大きさはほんの 1.6 ミリメートル。船内は期待と興奮に包まれました。船の研究室のモニターに映し出されている卵は虹色に輝いていました。さらに詳しく調べてみると、これらは確かにウナギの卵に間違いないことが分かりました。その時、船の中に
大きな歓声が上がりました。ついに私たちはうなぎが卵を産む場所にたどり着くことができたのです。初めて調査に加わった時から36年の年月が流れていました。うなぎがどこで卵を産むのかという問題はこれでほぼ明らかになったと言っていいでしょう。しかし、なぜこんな遠くまで卵を産みにやってくるのか、広い海の中でどうやってオスとメスは出会うことができるのか、知りたいことはまだまだ増えるばかりです。これらの謎を解くために、私たちは今年もマリアナの海にやってきました。Thank you for watching.